ベース、旅館で。ドラム、特訓で。で、ギター、ミシー。で、ボーカル、長尾です。というわけで、うちのバンドは、ボイスさんに出させてもらうのは、バンド自体でいうか3年ぶりだよ。2年ぶり。2年ぶりらしいです。2年ぶりらしいです。はい、らしいです。うちも最近ようやくちゃんと活動、ようやくじゃないかな、活動しましたんで、ちょっと久しぶりにボイスさんでできるということで、ちょっとテンション上がっております。というわけで、どうしようかな。物販の話を先にしとこうかな。そこ物販なんかちょっと思いっきり広げちゃってますけども、用意してありますんで、あれ全部無料なんです。あれ全部無料なんです。 CD も缶バッジと、あとタオルと、何やったっけ、クリアファイルとあります。もう片っ端から持っていってもらって大丈夫です。よっとからっしょ。こんなバンド行きます？あ、行けるのかな。まあ、そんな感じなんで、ぜひ気に入っていただけたら、ただなんで、もうただしか言わへんないからね。そんな感じなんで。よかった、受けて。というわけで、まあ、今日は楽しいイベントになると思うんで、最後まで楽しんでいってください。というわけで、次の曲にさせてもらいます。We'll be right back.
ラスト1曲になってしまいました。ラスト1曲になってしまいました。半分ゾンビみたい。あ、そう、そう、あの今ちょっと突っ込まれた。はい、こんなです。はい、もらってください。こんなん結構クオリティ高いでしょ。ただです、ただです。ただただただです。もらいます。もう CD もありますんで、はい、もうぜひもう全部缶バッジも3種類あるんで、もうおでんもただ。半分ちょっと死んでるかな。はい、あのうちの交流やりますね。生きてる？ほら死んでるわ。生きてる人手挙げて。半分ぐらいじゃん。あとの人ゾンビ。生きてる人。ほら無言であげんねんもうこれ。怖い。ほらあのこっちからねあのライト浴びてるんであのあんまりよく見えないんですけど。あのすごいゾンビ感がすごいです。音大丈夫。はい、というわけであの最後ちょっとまあパンク系みたいなな曲なんでちょっと盛り上がってもらったら嬉しいなと思います。今後ちょっとレコーディングまたしていくと思うんでまたライブは来年の春とかレコーディングしますね。はい、まあ、またあのどっかでツイッターもやってますんであのフライヤーも持って帰ってもらったら嬉しいです。ただです、ただです。あの結構大阪の人ただ好きよね。でもただほど怖いもんないで。ちょっと待って盛り上がってるの前だけやねん。ただやただやただやで、あずまさんが言ってるただやで、ただやで、よし、おでんはもう俺の知らんところでやってるもん。というわけでね、最後はちょっとウォーウォー言うところがあるんでみんなでまあちょっと盛り上がってもらったら嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。というわけでホワイトカルテットでした。ありがとうございました。この後も楽しんでください。Thank you.
Thank you.